チリボンドゲームポッドキャスト。こんにちは、新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。霊霊者丸子でございます。なんか動物の鳴き声を聞くんだ。てか、こしらです。こしらいねえのに。なんかこしらです。こしら2回聞こえたけど、四角い箱みたいになっちゃったね。四角い箱、これブルートゥーススピーカーだ。ブルートゥーススピーカーね。広瀬和夫プロデュース、こしら丸子満喫、もっと新日本のワーゲーという落語界の宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますけども、私がレイレイちゃまる子、そして相変わらずちゃんと言って三遊亭満喫ね、我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。いや、前回ものすごい面白かった。いや、本当ですよ。兄さんがね、喋れば喋るほど息が苦しくなっているのは手に取るように分かってね。マスクしてっから、マスク時々ずらして鼻で息をしてからまたマスクを戻すという、ね、呼吸がどんどん荒くなってる。もうなんかね、面白かったんですけど、ね、前回はその末広亭の楽屋についてね、はい、まあ、いろいろ話していただきましたけど、鈴本後で話しますねって言いながら鈴本の話があんまなかったんで、あ、鈴本の楽屋ってね、はい、鈴本の楽屋はほら、満喫師匠とか立ち入ることは許されない聖域じゃないですか。これはもうだから、ね、聖域の巻物ですよ、ね、あそこはね。これはちょっと歴史がねありましてね、うん、本当は昔は、他の寄席と同じく落語協会と落語芸術協会で交互に出てたんですよ、うん、ところが、ある時から なぜかわからないですけど、うん、落語協会だけにしますってなったんですね。芸協だと客が入らないからって言ったっていう話ですよね、ものの本によると。ものの本によるとね、ものの本によると、はい、まあいろいろありまして、ええ、で落語協会と、まあ、蜜月の関係に、芸協がの芝居にも落語協会からゲスト入れてくれとか言われたんじゃないの。大演ですね、それは。ああ、そうね、芸協の、まあ、すごく看板の上の人の大演に、えええー、なんか二つ目が行ったとか。まあそんなこんなで鈴本演芸場には落語芸術協会は、まあ、出ないと。まあまあちょっといろいろあったんですね。でだから落語協会と鈴本っていうのはものすごく、密な関係の、はい、まあ、小屋であるわけですよね、はい、でそこで落語協会から、まあ、抜けたという立川流だから、まあ、今でいう五代目円楽一門会というのも、出しませんよという、落語協会さんだけですよというのがあり、一回ね、私前座の頃ですけど、なんか高田文夫先生が鈴本の講座で、なんか撮影すると、なんか着物着て撮影するみたいなのがあって、なんかマネージャーみたいなことしてるあの白良アリさんがついてきてて、うん、で、立川流の人いるぞ、立川流の人いるぞって、ちょっとチクろうとしたんですけど、逃げましたね。誰が白良アリさん。自分が違います、違いますとか言いながら、あ、白良さんが、違います、違います、違わないですよね。あとね、違わない、西賀師匠が鳥の時に左段次師匠が、はいはい、浪曲子守唄の、ね、はいはい、当て振りで、出てたんですよ、うんうんうん、で社長が板踏んでないから OK って言ってたの、 それは覚えてますけどね、おんぶされてね、ね、うん、まあ、そんながあり、うん、でその鈴本、その鈴本ですけど、鈴本の演芸場もですね、私もう本当入るたびにもうやきもきしてる。そうなの。なんであなたたちはここに座ってしまうんですかとか。あ、どういう感じなんですか、あの座り方っていうのは。鈴本の楽屋は平面図でいうと、末広より倍ぐらい大きいですかね、うん、で末広だと2階が色物さんの楽屋なんですけど、繋がってるんですよね、襖が閉まるこの敷居があって、そこを隔ててどんぐらいかな、12畳が話し家の部屋で、8畳が色物さんの部屋、もう16畳ぐらいかな、うん、まあ、そんな感じで、はい、で話し家の部屋には大きいテーブルがあるんですよね、はい、で奥に2人両脇から手前に2人座れる、うん、まあ、6人掛けですけど、このテーブルの奥、うん、ここが鈴本、末広でいう火鉢の北側、うん、柱があるその永久欠番的なとこになるんですよね。あ、なるほど。でそこに、まあ、やっぱり小三師匠とかいらっしゃったんで、今座るとすれば、小三師匠、小三師匠座んないですね。あ、ね、馬風師匠、うちの師匠は脇に座るんですよ、うん、
ね、じゃあもう金王師匠、金王師匠かな。であといないですね、うん、演歌師匠座ってましたけど。あ、そういうとこなのね。要するに、はい、演歌師匠は先代の演歌師匠、先代ですね、うん、今の演歌師匠だから、まあ、結局そのテーブルも奥が欠番になって誰も座らなくて、両脇が一番偉い人が座るみたいな感じ今なってるんですよ。あ、じゃあ末広亭でいうと東の席って言ってた、その2番目の人が座るところが一番偉い人が座るところってことですね。そう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 、で両脇とあと、うん、まあ反対側、うん、反対側って手前、うん、手前側に2人座れるから、うん、と壁際に3つ並んでるんですよ。壁際、はい、願いで言う、違う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 、沢田健ちゃん聞いている、3つ座布団があって、で、まあ、そこに、中堅だったり若手真打ちが座ると。で、隣が色物部屋で、ちょっとここ恐れ多いですよみたいな若手真打ちとか、あと二つ目さんなんかは色物部屋の一番隅っこに座るんですよ。あ、それ話し数の楽屋の要するに席は 何個あるんですか、つまり座る場所は。1,2,3,4,5,6,7,8,9個、9個あんの。そう、9個ってほぼその日の出演者、まあ席だけで言ったら昼席夜席その日の出演者全員ぐらい座れるじゃないですか。座れますね、鈴本本数少ないから、うん、言っちゃえば座れるんですけど、ね、ここもやっぱり、うん、なんかいや私はまだみたいなのがあって、うん、みんな下手下手に座ってくから、うん、だから若手真打ち追い出されちゃうんですよ。ああ、うーん、いやほら落語協会の理事って結構若返りしたじゃないですか、はい、割と売れてて理事で、でもなんか本人若手のつもりみたいな人たちいるでしょ誰のこと指してるか分かんないですけど、いい年してもうそういう人たち、もう場所師匠、先代の場所師匠だったらもう亡くなってるよみたいな年の人たちがまだ52歳か50歳ですからね。あのね、そういう人たちでね、その色物さんの部屋で座る方結構いらっしゃるんですよね。なるほど。一番その端っこは二つ目さんとかいるから、若手新人とかいるから、だからちょっと奥の方を座るんですけど、うん、そうするとなんか奨楽師匠とか、うん、あとペペ先生とかがちょっと座りづらくなってしまうわけですよ。あー、ソーシャルディスタンス取れなくなっちゃうんですよね。あ、なるほど。 それもなんか違うんじゃないかなって思うんですよね。なるほどね。だからもう中堅でいい年なんだから、うん、あの壁際の一番上手に座るなり、うん、なんだったらテーブル座ってくださいよなんですよ、こっちからしたら。なるほどね。だから過去にね、そのもう師匠はもう本当理事なんですか、テーブル行ってくださいみたいに頭下げてる人もいましたしね。なるほど。それ見てますから、うん、だからもうちょっとねやっぱり座る位置っていうのを考えてもらいたいなというのはあるんですよね。理事ね、写楽祭とかやってる人たち特定方向に動かないでください誰とは言ってないでしょ。例えば誰とは言ってないでしょ。真実はあと常に一つ理事になってなくてもあのベテランにもう差し掛かってる新作落語の人とか何人かしかいないじゃないですか理事になってる新作の人と理事になってない新作の人もうそれ分かるわ。お前はなんで理事にならないんだって師匠に怒られたという名探偵広瀬が動き出しましたでもね、その京太郎師匠とか白鳥師匠とかね、あの辺の世代ってね、若手なんですかベテランなんですかどうなんですか。いやいや、もう言ってるよ名前、大丈夫なの今たまたまですよ。たまたまね、たまたま関係ないけど、関係ないけどね、その座る位置関係ないけど、そうそうそう、うん、いやその辺も中堅ですよね、若手じゃないですよね。だからどこまでが若手なのか問題というか若手真打ちって言った時にマルコさんから見るとどの辺までが若手真打ちなんですか。上10年ぐらいじゃないですか。だからもうだって考えてみると、ほらあの太平師匠もね、だからこの間その末広で取りを取ってたっていう時の太平師匠の位置ってどの辺なのかなと思ったりとかして。ああ、東ですよ、うん、と、2000年でしたっけね、はい、太平師匠ね、はい、新昇進もう21年新昇進、そうすると、どの辺まで若手なんですかね。10年上ってどれぐらいですか。プラス10年と考えるとね、もうでも4年でしょマルコさん。4年、マルコさんの10年上ってどれぐらいなんだろう。
どんぐらいですかね、うん、今 の, あの演歌賞っていくつぐらいですか。もう結構 もうかなりいい音です。結構ですよね、はい。じゃあ菊之丞師匠だと15年上ですよ。菊之丞さんが15年上、はい。ああそっかそっか。誰とかだからそのクラスはもう中堅ですよ。若手じゃないですよね、もうね。うん、ね。じゃあマルコさんは自分はいくつぐらいになったらもう若手じゃないと自覚する感じですか。いやだからあと10年ぐらいですか。芸歴30年ぐらいに差し掛かったら分かんないだろうそれは、多分10年経ってもまだ若手だと思ってると思う。自分もやっぱり若手だと思い続けるんじゃない。おそらくそう思いますね。マルコって名前軽いですからね。だからバフンに早く変えるわ。バフンも軽いから重いですよ。バフンはちょっと重い。軽くない。重い。軽いバッて。まだ馬だわこっちも。だからだってバフ水に入れちゃダメだよ、粉々になっちゃう。流れちゃうわね。バッすごいですよね。でもまあそれはあの多分その立場になってみないと分かんないよね。人数も増えてるじゃないですか僕らの場合はね、後輩の数も増えてるじゃないですか、はいはい。だからその時になった時にその先輩として立ち振る舞うことがどういうことになってるのかって今とは状況少し違うかもしれないですしね。うん、そうだから、うん、もうあなたいいご身分ですよと、うん、だからちょっと下のことも考えて、うん、座る位置を決めるなりね、うん、いろいろしていただきたいなという。まあね、これルールがしっかりしてない上はさ、もしルールがしっかりしてなかった場合だよ、してなかった場合は下が決めることだから、逆にさあなたもういい年なんだからっていうのはさ、つまり兄さんが上の人に対して思ってるような感じじゃん、はい、自分が決めることじゃないじゃん、ルールがしっかりしてなかったらですよ。だからそれはなんとなく自信ないですね、僕もその時にそういうふうに振る舞えるかどうかっていうのはさ、うん、自分が決めることじゃない。何年新昇進でしたっけ。つい2017ですね。2017、はい、10杯人からあげで 10引くと2007、2000新昇進がね10年前。そうすると三座さんとかあの博士さんのちょっと下。ああそうですね、三座さんはもう中堅。もう中堅と言って差し支えないんじゃないですか。博士さんもそうですよね。そしたらね、もうちょっと下ってどれぐらいなのかな。一之助さんはちなみに。ああまあまあ抜擢で早かったですからね、まあ若手と言っていいんじゃないでしょうか。ああなるほど。でも一之助さんがあんまりなんか若手なところにいると困るんじゃないか。困っちゃいますね。なるほど。鈴本ね、広いですもんね本当ね。鈴本広いですね。あとは、池袋だと、池袋一番狭いですね。池袋ってどうするんですか。池袋だと、もう外出ちゃったりしますね。楽屋の外のソファーに座ってたり、天丼さんとかよく外にいますよね。のずと外でしょうな。外ですね。浅草って、浅草一番でかいんですよね。あで、逃げられるスペース結構あるんですよ。あ、楽屋自体もあれ何人座るんだ、1,2,3,4,5,6,7,8人ぐらい座るんですよね、うん、ギチギチに座れば8人かな。で、そこから太鼓部屋に行く間に4つソファーがあるんですよ、うん、1人掛けのソファーが。で、なんだったらそこにいちゃってもいいんですよね。そこはその2階から色物さん降りてきて待機する場所だったりするんですけど、別に空いてるからなんかそこで着替えたりしてもいいんですけどね。でもそうすると楽屋の会話に加われないから、あのなんか自分が成長しないんじゃないかと思って、あえて楽屋の中行くように会話するんじゃよ。会話しなさいって、その予定も。だからやっぱりしたい人としたくない人がいるってことですよね。いやそんな違うって言えよ。だから末広で問題だった人たちとは会話したくなかった。したよしたよ。あの膝前の真打ちには一言も喋りかけなかったけど、違う違う、したかなかったわけじゃないよって、そこを否定しとかなきゃダメ。論点が違うんだよあんた。嫌だけどしたよって、そういうことになっちゃうじゃん。そういうことになっちゃうでしょって、否定する場所が違うんです。話しかけづらかったの。づらかったの。そんなとこだけ正直になったって名前出さない。何言ってんだよ。瓦版持ってきて収録すればやったな。いやいや、瓦版の名刊ね。いやいや、あのほら
番組見れば見たら分かんだよ。カールバン、カールバン見れば載ってるわ。載ってますよ。え、これが放送するときはもう違うカラバンになってるでしょ。持ってるからバックナンバー見ればいいの。そうか、捨てなきゃ持ってます、うん、持ってますよ。ずらりと並んで撮ってますよ、持ってる方が多いの、ね、いやだから毎回楽屋入りするたびになんかね、座る位置とかね、どうでもいいこと考えちゃうんですよね、うんうん、いやいや、でもそれはいいことだよね。楽しいよね、それってね。メンタル作るのがさ、いや、なんかあの、自分ってそういうの関係ない、だからこちら師匠みたいな人間だとちょっと思ってた節があったんですよね。それは大きな間違いだ。そんな学研ルールなんか関係ねえよみたいな、俺は自由に生きていくんだぜみたいな、どう考えてもそうは見えないですよ。ちょっと俺はそういう自由人だと思ってたら、楽屋入った瞬間に、なんであの人あそこ座ってんの、なんでお前ここ座んで、俺が座れねえじゃねえかみたいな、こんなことばっか考えてるんですよね。すごいね、人間の恥の部分を全部ゴの皇帝でくんであったね。すごい、ゴの皇帝ですよ。だからやっぱり人間ってのはこんなちっけなことなんだと、本当だよ、こういうちっぽけなことにこだわる人間なんだってことをさらけ出すという、思いっきりケツ出してるんですね。素晴らしいですよ、素晴らしいな。でもそれってあれですかね、その例えば、まあ、大きく言うと古参一門というか柳家のね、はい、まあ、結構そういうことにうるさい一門だったりするの、そういうことはないんですか。いやいや、でも楽屋のルールだからね、それはね、これが面白いことに、うん、その座る位置に関して本当に誰も一言も言わないんですよ、うん、基本、うん、で、ある日たまりかねて、うん、師匠勘弁してください、テーブル座ってくださいって言うのは見たことあります、うん、見たこと、うん、あれはめちゃくちゃイレギュラーなことで、うん、言わないんですよ、うん、もうあの楽屋おはようございますって入って、誰がどこに座ってるパッパッパッと見て、うん、スッと自分の位置に座るんですよ、うん、暗黙の了解だもんね、頭の中で整理して、あ、この人座ってるから俺ここ座れないな、じゃあもういいや、色物の部屋行っちゃえとか一言も言わないですよ、うんうん、みんなそういう風に考えてるんですか。分かんないですよ、考えてると思うね。でもそれはそういうもんじゃないの。だからそれを言わなきゃいけなくなってる状況がいびつなんですよ、逆に言ったらね。だからマルコさんがあなたたちがこっち来ちゃうとそれは違うんじゃないのって思ってるような人たちは考えてないってこと。本当に何にも考えてないんだったら、あの古参師匠が座ってたところに座るべきですよ。言ってみたら。いや考えてるから座んないで。そうそう、やっぱどっかなんか遠慮があるんでしょうね、でも、もう中堅といわれる年でキャリアであるけれども、なんか心理的に座りづらいな、あそこには、うん、だから色物部屋のちょっと上の位置だけで座っちゃおうとかって、うん、そういう考えも手に取るように分かりますよ。なるほど、はい、うん、なかなか素敵なアロハ着てますね今日は。そうですね、今日はなんかね、ハワイ、はい、はい、ちょっと黒ね、黄色を基調とした柄ですけども、満吉さんのねキャラクターの柄にはかなわないですけどね。いや、毎週着てるんですか。毎週毎週同じ、ウリウリって書いてあるしね、ウリウリ。分かんない。いや、そっか、やっぱりその、で、無言のうちにじゃあ覚えていくものなんですか。なんすかね、言われたこともないですよ。怒られたことってないんですか。じゃあ怒られたこともないし、そういうあれでは、でもあのしくじり話として出てくるんですよね。例えば、落語協会に入りたての色物さんが何にも知らずにその古参師匠が座るべきとこにドンと座っちゃって、うん、でたまりかねて、あのすいません、そこはちょっとみたいな、うん、そこはちょっと前座さんがこう言いに行くみたいな、ね、なんか出るんですかみたいな、なんか俺こう座っちゃいけなかったのに、あのそこはちょっとダメなんですとかね、でもはっきり言わないみたいなね、うん、だからあいつがさみたいな、あいつのもう楽屋入っていきなりあそこ座っちゃってさみたいな、そういうのって師匠から教わったりもしないわけですよね。じゃあしないですね、兄弟子とか、うん、まあ、楽屋の作法だからね。だからあれだよ、だからつまりかあの床の間を背にして座るのがあの主であるみたいなことでしょ。はい、それは教えてもらって教わるっていうより見て覚えていくんでしょうね、楽屋のルールだからね。そう、うん、だからどう誰かに教わったって記憶はあんまりないですね、うん、自然と覚えてた。でも自然とでもその覚えてるものはみんな同じな。そうで、たまになんかそういうヘマする人いるじゃないですか、そうすると言葉になるんですよね、うん、ああ、あの人あそこ座っちゃうんだとか、うん、この間言ってたやつね、うん、違うよ、それとはまた別よ、別ね、うん、ああ別ね。まあでも楽屋のルールはだからそれぞれにだからあるんじゃない、そのそれぞれにあるっていうのは、
そこ根底の人と柳家の人が一緒になった時にまたそれで昔から調整されていくわけでしょ。醸成されてきたものだから。だからなんつかね、そのちゃんと三遊亭が一緒にいる時もちゃんと言葉でこうでこうでみたいな説明を受けないんですけど、うん、なんかもうみんな分かってるよ、うん、共有してるよっていう前提で、それはまあ大体霊齢者ってここ座んじゃん。うん、で、まあ、三協師匠とか権太郎師匠ここじゃんみたいな。それはもう分かってるよねみたいな。それが伝統だよ。それが伝統だよ。だから袴を左足から履くみたいな、はいはい、それ教わるとかじゃなくてさ、そういうもんじゃん。それは だからなんでとか言われても、なんでと言われても理由はあのないと言えばないし、あると言えばあるっていう。だからその前に何だかな、その師匠によって考え方が違うものっていうのもあるっていう話があるじゃないですか。こういうふうにした方がいいというのもあれば、そうじゃない方がいいという人もいるみたいな、その人によって違うというか、また一問によっても違うとか、はいはい、そういうものってあるわけでしょ、暗黙のルールの中にも。ありますね。だからその辺とまた座る位置っていうのはもう、楽屋のルールだから、その一門のルールと末広亭という小屋の中の楽屋のルールとは違うので、楽屋のルールは一門、各一門が混じった時に共有するルールがあるんですよね、楽屋のルールは。で、一門のルールはそれぞれにバラバラにあるんですけど、一緒に使う場所、例えば共同生活する、家の中でどの部屋に誰が入るのかとかっていうルールはまた別にあるんですね、楽屋のルールと。だから大体その脇の仕事とかでもさ、例えばね、部屋がいくつも分かれてる場合は下手に感じるかもしれないけど、鉱山の動線に一番近いところに偉い人が行くとか、そういうルールがあるじゃないですか、その小屋によって、ね、小屋によってのルールがまた別々にあるから、それは末広亭の楽屋のルールはこうで、鈴本の楽屋のルールはこうで、こっちの楽屋だから、例えば落語協会と芸術協会が合同になった時の例えばルールっていうのはまた醸成されなきゃいけないとは思うんですよね。確かにその言われたその脇の仕事っていうような、あのやたらと広い楽屋があるけれども出る人数人っていう時って、そうありますよね。どう座るべき。だって僕なんかも、うん、ほらちょこっとあるじゃないですか、まあまあ、あの芸人と同じ楽屋にいらっしゃるようなパターンとか ね、そういう時どこにいたらいいのかってね、やっぱ一番とりあえず一番入り口に一番近いところの端っこにこういようかなみたいな、うん、なんだけど、でも広瀬さんがそれやってしまうと、うん、その遊びに来た二つ目さんとかが座れなくなったりとかもしてしまうので、うん、ねえ、だから遊びに来た人は別に考えなくていいんじゃない。ああ、じゃあその出演者である二つ目さんとかね、うんうん、あのまあ、それはだって一番上座がどこなのかっていうことはやっぱ楽屋に入った瞬間に気にすることですからね、うん、どこに座るのが奥なのか、うん、奥はどこなのか、ね、まあ、入り口から一番遠いところが上座になるのかな。でそれはね、外の楽屋ってちょっと分かりづらいですよね。分かりにくい、まあ、鈴本なり末広だと、まあ、床の間的なものがあるわけですよ、はい、うん、で、まあ、舞台でいう上手、うん、だから床の間を、その神様だとするならば、うん、左上位、うん、舞台でいう上手側が2番目になるわけですよ。だから広い楽屋で、うん、あの壁際にずっとこう席もあり、うん、真ん中にもテーブルがありっていうね、はい、うん、ところに、文蔵さんと白秋さんと健康さんと一之輔さんが出るっていう会を毎年やってるんですけど、大体、うん、みんな毎年同じようなところ座るのね、うん、それ多分もう、はい、あのコミュニケーション最初はやっぱコミュニケーションだったと思うんですよね、うん、でもやっぱここが一番上座だって誰かが決めたっていうか、みんなで納得してそこに行ってもらうっていう誘導をするようになったんじゃないですか、多分ね。でその時に僕が一番入り口に近いところの端っこにこう、まあ、いるんですけど、そういう時に開口一番のじゃあやるね、前座さんとかって座る場所なくなっちゃうかな。じゃあでもそれはいいのか、師匠のそばにいればいいのか、まあ、前座は座らなくていいいいってことですね。前 座、 前座は大丈夫、そうかそうか、うん、あ、じゃあいいのか。だ縦前座っていう立ち位置があるんだったら、つまりネタ帳を書く場所は必要だと思うんですけど、寄せでね、なるほどね、はい、あ、でもね、基本的には前座は邪魔じゃないところにいるっていうのが
ルールになってますからね。新日本の話芸はね、一部屋である時は、まあ、どこ行っていいかなと思うんだけど前よくだからその北沢タウンホールとかで、はい、あの談笑さんとね、はい、会だった時にあのお囃子のエリさんがこっちで前座もこっちっていう小さい部屋があって、でかい部屋が談笑さんと僕になってたんだけど、僕は必ずその、エリさんなんかの方に行ってて談笑さんに全部そっち使っててもらったんだけど、だやっぱりあのお囃子さんの方に行った方が居心地いいなっていう、それは思いますよ、ね、うんうん、あの前座がいるような会だと、うん、前座さんとお囃子さんの部屋って別に与えられるんですよ。 そうね、そこはすごく居心地いいんですよね。楽だしね、うんうん、楽だしね。で基本芸人って大部屋なんで、やっぱり偉い人もその若手も同じ部屋にいるっていうのは基本なんですよ、うん、で、まあ、若い間2つ目とか本当新内成り立ての時はやっぱり逃げちゃうんですけど、うん、いつまでも逃げてちゃダメだなというのも思って、なるべく楽屋にいるようにするんですけど、ええ、そうするとまたね、なんであなたここ座るんですかみたいなことを思っちゃうんですよね。あのでもほら、あのなんていうかな、あのどこが神座だみたいなルール、あのマナーってあるじゃないですか、世間一般の、はい、世間一般のマナーっていうのはでもどっかで教わんないと分かんないですよね。なんか暗黙の了解だけだと世間今だから家庭に床の間がないからでしょうね、うん、多分昔はだって床の間で、だサザエさんの世界だったらどこにお父っつぁんが座ってっていうのはまあ決まるわけでしょう。多分タクシーに3人で乗るときって、はい、一番偉い人どうします？まあ、まあ、多くは奥に座る、ね、扉が開く側の奥ですよね、うん、奥。でもそこってすごい腰が痛かったりすると辛いじゃないですか。うちの師匠はそこ嫌だって言うから、うん、お前奥行けって言うんですよ、うんうん、だからその一番降りやすい扉が開く側が上手だという考え方もできますよね。ですよね、はい、そこをだからそれはだから決まってないんでしょうね、おそらくね、うん、その一般的にはでもね、その後部座席の奥が一番偉いってことにされてるけど、そこを絶対座りたくないと。まあ後から降りお金払って降りるから一番奥にいるけど座席降りていいよっていう時なら別として、それだから多分後発のルールだからね、どこが上座とかっていうのは後発でできたもんでしょうからね、うん、だって急いでる時はもう何でもいいから乗れっていう時にそれ気にしてたらやっぱ怒られるじゃないですか大体ね、はいはい、もう早く乗れになるから。偉い人って助手席に乗りません？いや、先導する偉い人の場合はその場合がありますね、そのパターンが、うん、先導する場合ですけどね、そうそうそう、つまり場所を知ってる人、まあ、その人しかいない場合の偉い人は助手席に座る場合が多いですけど、 あとあの結構最近まで後部座席ってシートベルトしなくてよかったじゃないですか、はいはいはい、だからシートベルトしたくないから後ろに座るとか、うん、そういうのもあったんで、うん、それは多分サラリーマンに聞いたら多分ねガチガチにあると思いますけど ね、うん、あるでしょうね。今だからほら普通のセダンタイプじゃないそのすごい乗り降りしやすいタイプあるじゃないですか。あちょっとねボックスみたいなってね、はいはいはい、スライドドアのねあれだとあのどうぞどうぞ奥へって言いやすいねあれすごい楽だから。そう特にハイブリッドだとちょっと狭かったりしますもんね。そうそうありますね。そうか、いやだから聞きますよ、あのどちらがよろしいですかみたいなチラッと聞きますね、時間がある時はね、奥行かれますかとか、うん、酔っ払っちゃってたりとかすると面倒くせえんだけどね、またね。相手が酔っ払ってた。コロナでそれもな今あんまないですけど、あそうか、うん、なるほどね、昔はやっぱありましたよね、うん。どう立ち振る舞ったらいいかわからない時ね。マルコさんまだ弟子来ないですか？来ないですね。いやいや来たのがミーマさんでしょ？そうです。あそっか。来たけど師匠に預けちゃいましたよね。なるほど。満吉さんはその後もっと来ないですか？ないない。ないですね。まあまあそれはあのなんかいろんな話をするべきタイミングはあったけど、でも実際その特にコロナになってから全くないです。ああそうか、コロナだからね、はい、まあ確かにね世の中変わっちゃったから、じゃあそういった話はまた次回
というか、そうですね、はい、ね、今回はいろいろ楽しい話が聞けてよかったです。ちょっと この座布団問題を2回にわたって話す予定じゃなかったんですけど、ね、いやいや、もっと他の話題ありました話します。じゃあそのコロナと弟子入りみたいなね、分かりました、次回しましょうかね。はい、はい、そんなようなわけで、じゃあ次回はね、そういう話をしていきたいと思います。新日本のわけポッドキャスト。